こんにちはって言ったの。はい、おはようございます。もう結構お昼近くなってきてるんだけど、ジャン君とポンちゃんはいつも通りですね。はい、いい感じです。窓の外はですね、もうだいぶ冬に近くなって寒くなってきているのに、葉っぱが生い茂っています。朝顔がですね、なぜか秋に狂い咲いております。今すごい数の花がいっぱい出ているよ。まだまだ枯れるほどの寒さじゃないっていうことなのかな。あと東側にあるので、朝日がねすっかり当たるので、きっと頑張っているんでしょう。虫を呼んでいるんでしょう。蜂がね結構来ています。はい、ジェン君、ポンちゃんどっか行っちゃったね。あ、始まった。はい、今パパお風呂から上がってきましたが、なんかお風呂に入ってる間中ずっと泣いていたジャン君です。帰ってきたら安心してご飯を食べ始めましたとさ。そしてなんて言ってたのかな。こんにちは、こんにちは、愛する人、聞こえてる？あ、聞こえてるよ。前のは見られないのかな。あ、3つしか見られないのかな。ですって、ってことは帰ってきてからのが出てんのかな。あとでちょっとママさんに調べてもらおう。さあ、ジャン君、ジャン君、ジャン君、もう泣かないの。はい、こんにちは、こんにちはって言ったの。ジャン君、はい、わかりましたよ。自分でやってみて。ちょっとピントが合ってないかな。お風呂から上がってきてからは、こんにちは、こんにちは、愛する人、聞こえてる？ですね。で、すごいのはその前ですね。パパどこ？愛して？調子はどう？調子愛されたい、だそうです。こっちに来て。ほう、この辺りからかな。時間がちょっと老眼で見えませんが、お風呂に入ってる間はこんな感じだったようです。はい、ジャン君分かられちゃってるよ。ジャン君、ジャン君、もうすっかりお見通しさ。ポンちゃん、ポンちゃんのお誕生日用だと思うんですが、いろんなものまたいただいてしまいました。端から行くよ。これは猫の、黒猫のマスクですね。あらゆるひんやりファッションマスク、ありがとうございます。上に乗せると起きちゃう、起きちゃう、起きちゃう。そしてねんねしてるからね。脈絡がないんですが、薩摩のお芋缶、羊羹、芋羊羹、安納芋って書いてあるね。お、ちょっと影になってますね。美味しそうですね。うん、そしてこれはサバ缶。あ、違う、サバカレー。あ、ココイチ。ココイチ。ココイチなの？うん、ココイチ、我が、駅ではなくなってしまいました。コロナ中にココイチ。
こいて潰れました。潰れたのかよくわからないけどね。はい、まあ、多分そうなのかな。サバカレーは食べたことないんだけどね。食べてみます。ありがとう。そして練り飴、これも鹿児島名産なんだ。へえ、あ、芋って書いてある。あ、芋の糖分で飴になってるってことかな。美味しそうじゃん。はい、はい、はい、セゴ丼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 のブッセ。ブッセって何？ふわふわのなんかお菓子、このふわふわで中にクリームみたいのが挟まってるやつと思います。それはいい、ね、多分そういうやつと思います。セゴ丼ブッセです、うん、あ、そしてこれも安納芋ペーストって書いてある。そうか、そうか、鹿児島だからお芋、さつまいもだからね、うん、そして自然薯ふりかけ。へえ、トロトロすんのかな。美味しそうだね。はい、そういうの好き。そしてこれはちょっと変わりだね。こんなものですね。多分こうやって、うん、で泡立てて、うん、こういう、まあ、ここラテ、ラテが作れますよっていうことだと思います。だそうでございます。これが書いてあった。なんだこれ。こういうなんかなってんじゃない、きっと。ああ、泡立てる用のね。そうそうそう、なんか入ってここの中に入ってるってことなんじゃない。はい、使ってみます。うん、使ってみましょう。ラテです。あ、牛乳買ってこなきゃ。これは猫の手のトング。かわいい、ちっちゃい。これあれかな、あのご飯、猫ご飯をつまむ。え一個ずつつまむんかい。違うと思うよ、人間用だと思うよ、うん、あると便利な薬味トング。ああ、ちっちゃいね。あのおネギとか、あとカレーライスの時に、はいはい、何、あの、なんだっけ、うん、きゅうりじゃなくて。そしてでかいのが今通りました。これはいわゆるトングですね、うん、猫の手トング。おさらい、はい、ちっちゃいのと大きいのと、かわいい。そしてカエル、なんだこれ、何かな。こうやるよ、こうやって使うんだって。あー、なるほど、ここにコードをまとめるやつね。なるほどね、うちはコードがいっぱいだからね、はいはいはい、そうね、うん、はい、ありがとうございます。これは使えます。そしてはい、ポンちゃんのこれは何だろうね、折ってタオルかな、ハンドタオル、ちっちゃいハンドタオルかな、うん、そしてドーナツ棒、一口黒糖。おう、よいしょ、おいしそう、うん、結局私が好きそうなのばっかりだな。そういうことだね。そしてフラッシュノートだね、うん、なんかメモとして使うか、かわいいね、かわいいね。そしてダーン、すごっ、猫のこれはなんとかバッグ、エコバッグ、エコバッグ、うんうん、そして、うん、さらにでかいじゃーん、ラグ、ラグでいいのかな。そうだね、にゃんこのラグ、あ、滑り止めついててふかふかだ。そしてじゃーん、これは佐藤のユリアージュモイストリップ、あ、リップ、あ、黒谷くんが口笛の時リップするからかな。口笛がいい音で鳴るように作られてるかどうか分かりませんや。うん、うん、リップです。それからなんかびっくりなもの、はい、これまだ今のところよく理解できておりませんが、デスクトップ上で、水族館できるよって書いてあるんだけど、これ本当のリアルのものみたいなのね。金魚が飼えるってこと？まあうちでは水入れたりするとちょっと、ね、あ、猫が倒したりとかあれなので、倒れなそうだけど水は飲むよね。それとなく水を飲ます、違う違う、だからここにもしお水入れといたらいたずらしたりとかね、ポンちゃん、ジャン君が手入れたりお水飲んだりしそうかなって思う、うん、なので水を入れずになんかおしゃれにできる感じをちょっと目指そうかなと。面白いのはここに時間とか、日付とか温度とか出るみたいで、うん、あとはね音が鳴るんだって。 あの小鳥のさえずりとか、ほうほう、カエルの声とか、
サウンドって書いてある、うん、いろんなことがあるので、ちょっとそれはやり始めたらちょっとお見せしますね。調べてね。はい、うんうん、水槽部分はなんかちょっとおしゃれ感出したいと思います。なんか石が入ってたから石を引いて、うん、本物じゃないけどなんかそうね、水槽みたいにするといいのかもね、うん、ちょっとうちでは金魚は飼えませんので、ね、本当のお水は入れないでやればいいってことですね。あ、なんかごちゃごちゃしちゃってごめん、ごめんなさい。これがちょっと大きいので下が見えなくて、下に行けばいいんじゃない、この上に、はい、でこれはね、生き物で生き物にサンキューって見てたじゃ ん、 うん、あれでドラマーの人メイクして、うん、ドラムをする人が猫ちゃんを拾ってやってたやつあったじゃない、うん、あれのやつなんだって、うん、の、YouTube 猫の手も借りたいのオフィシャルグッズなんだって。なるほど、うん、これはじゃあその番組のエコバッグ、うん、そうだね、虎鉄なんだねきっとね。ああ、そういうこと、名前がそうなんだね、うんうん、ということでどうもありがとうございました。あとこれもだよ、カエルくんの、はい、こうやってやるとカエル見えるかな。ああ、これがよくわかんないけどね、なんだろうと思ったら多分ピアスっぽく使うのかなと思う。耳にカエルがくっついて、そうそう、俺やろうかどうだろう、なんかジジイになってからピアス開けようかってちょっとふっと思ったことがあったんだけど、まあやらない方がいいかな、変なジジイになるから。ピアスは、うん、多分クロケン的にちょっとめんどくさいと思う。そうなんですか、はい、そういうものなの。これはピ穴開けないでこの耳のここのところにくっつけとく、この脇のところにこう。今酒飲まないからあれだけど、酒飲んでる時期だったら絶対どっかでなくすやつだって、帽子だって置いてきちゃうぐらいだからね。ということで、うん、ありがとうございましたマオイママさんが使うと思います。はい、ありがとうございます。はい、ポンちゃん起こしちゃったけどチェックしないのね。肉球がついてるのね、これかわいいです、はいはい、中肉球です。間違いが発覚いたしました。はいはいはい、ここをこうなってて、うん、ピュッて押すと出てくるので、ここに爪楊枝をずらーって並べるそうです。あ、暗くなってるよ、大丈夫、爪楊枝入れでした。そうでした、下で使おうお笑いの雰囲気だね。うん、間違えちゃった、はい、ジャン君は乗りたいのね、はい、どうぞジャン君。はい、はい、じゃあね、はい、さっきニャントークで面白いこと言ってたでしょう。あ、そっか、さっきニャントークのやつどれどれ、ニャントーク、ニャントークの履歴を見ましょう。一番どっからかな、こう長いこと泣いてたよね。でもね、数はそんなになかったね。そう、あ、違うの、そこにはどんどん、うん、なんていうの、消えてっちゃうの。いやいや、だから履歴見たの。あ、履歴ちゃんと見た、うん、あ、そう、12時でも11時50、ちゃんと言ってるでしょ。5分から、え、これ今日かな。今日の11時41分から12時ぐらいまで大騒ぎしていますね。すっごいいっぱい言ってるよ。うん。私の大好きな人を探しているの。愛する人、私を探しに来てとか
いっぱい言ってるよ、うん、なでなでそれをもう確認して動画に撮りました。よしよしか、はい、会えて嬉しい、遊んで、愛して。でもこの辺こんにちはこんにちはって言ったでしょ。こんにちはこんにちはもう違うとこ見てるからね、うん、あ、こんにちはこんにちははもう12時に言ってるね、うん、それでちょうど上がってきただけだ。そうだね、12時に上がってきたみたいだね。上がる寸前はパパはどこって言ってるよ、うん、そう言ってた、知ってると。あ、そっか。履歴見ましたのよ。でもう動画に撮りましたというジャン君でした。ジャン君、どうぞ。いいよ。なんかまだ半端だけど、まあ、ちょっと奥行ったら、ジャン君、ほぼ一日中こんなことやってるね。でブラシたりに行くの。はい、はい、じゃあこっちおいで。はいはい、この上でいいか。いいどうぞ。はい、まあ飽きずにこれやるよね。ジャン君。